なかったよ。はい、いぶきくん来ました、飛行機の練習というか、まあ本当はヘリの練習もしないといけないんですけどね。何時ぐらいまで降りるのか分かりません。ヘリは忘れたよ。ヘリもこうあるよ。三軸練習。うわ三軸全然練習してね。先週飛ばせてないし。お、いいかね。六軸しとる。いや、一番奥の前。一番奥はバーチカルやけ上向くよ機体が。うん。分かっちゃうの。あ。一回転した。治ったね。治っちゃうの？エルロンちゃんと治っちゃうの？防品時に変えたけ。ここ防品時でちょんけんな。本当や。おい。どっちそれ？バーチカル？あ、そう、6軸な。6軸。はい。はい、よ。水平になるけんな。一回転。6軸でもループできるよな、なぜか。普通は、あ、エルロンだけあれなんかな、ほんじゃ。でもエレベーターもあれやろうしな。え、おう、もう一回慣れると何回もできる。ただこれが2週間ぶりやけんね。まあ飛行機は案外覚えやすいか。今日は風ないけ練習日和よ。やった。うん、だけど仲間おらん。おお、すげえすげえ。なあ、パワー十分やな。だいたいスロットルはハーフでちょうどいい感じに飛ぶと思うんやけど、飛ばしやすいやろ今日は。おう、おう、さすがに、うん、滑走は無理だな。濡れたんけんしにくい。うん、滑走。いぶきくんの顔がちょっとね、すっきりしてますね。2週間前ちょっとねふっくらしてたんですけどね。なんかスケボーできるようになったから。あー、運動しおるけちょっと閉まったんやね。引き締まったんやね。やばい、水入る。あ、この前の靴か。うん、なぜか竹みたいなやつが 靴を貫いて、まあ中のね、靴べらじゃねえか、中のね、中敷きのとこで止まってたんでね、よかったんですけどね。結構刺さってね、ほんと下手したら足まで刺さるっちゅう。濡れてる。あ、本当は濡れてる。取れるかな、これ。これ靴の中、ここ濡れてます。あっこにね、穴が開いてたんでね。なんか薬テープ貼ってもらえばよかった、てっちゃんに。ああ、そうね。なんか。テープか。車のパンク修理の分にも、もしかしてんな。うん、大丈夫か。あ、ラダなんか怪しいな。ラダが死んでる。右がやばい。うん、右がやばいな。またもしかして。ギアかけしたら困るな。まあラダーはあまし触らなきゃいいか。ラダーしか触らんかも。逆にな、六軸の場合はな、真ん中にしよう。大体はエルロンとエレベーターでターンするんやけどね。うん、泳いでますね。まあ最初は飛行機ちゃったけんな。やけん対面も慣れちゃうんだろうな。おう、ねじれ。右カーブ踏んで焦ってんやけど。おう、そうなんか。右行かんかったか。一応はさ、傾きようみたいやけどな、多少は。あんまり右が行く。ああ、ちょっと効きが悪いんやな。ほんとやんな。左しか使わない。2週間ぶり、うん、まあ実質3週間ぐらいになるけどな。さっきから右ターンしようと思って、全く、うん、ずっと左、右には曲がれてんねんな。右
右やったらしい。やっぱギアかけかな。じゃあポテンションっていう感じじゃないもんな。お、三軸してみるか。じゃあちょっと高度上げちゃかんとな。速攻で落ちる系な。うん、ケツから見らんと操作ミスる。速攻で落ちてくる系。こうしてすぐ戻せるように指を準備しちゃってんな。あら、いかん。三軸しそう、何も動かんないけど、どうすればいいの？三軸を普通に操作すれば動くはずで。三軸したらここ何も動かんかったんやけど、ここ全開。それスロットルや。え、それスロットル下げた感じ。モーター止めた。え、違う、これそれモーターや。上全開にしたよ。上全開か。上全開にモーター止まった。何も動いてなかったやん。なんかモーター止まった感じだったのな。うん、上で動かしてみて。うん、動くな。動くやん。なんでさっき切ったんし。あ、ずれちゃう。大丈夫かな。全然右にいかんわ、これカーブが。うん、もう右弱いな。これ今三軸やから六軸にしない。うん、なんでこいつ裏ずれてるんやろ、六軸なのに。おう右がやばい。いや、右、もう完全ギアかけやな、あれ。死んでる。うん、普通そうそうかけんのやけどな、右。あ、左もやばくなってくる。あ、死んだ。あ、まだバッテリーもう一本あるのに。もう一回やってみるか。少しは効くやろうけど、気が悪い。じゃあ悪い。ちょっと大回りになる。目が回る。下ろすときはゆっくりエレベーター引きながら。今フルスロットだ。危ない。これ本当は6軸入っちゃうのかな。結構エルロも傾くよな。お、うまいうまい。おお、タッチアンドゴー。これ使わんといけん。ダメか。この右左全部。あ、エルロ。んこいつを動かせば曲がれるけど、急カーブになる相当。うん、倒し方やんな。もう一回いく？うん。最近ドブロしてないやん。うん？ドブロ。ああ、うん、最近ちょっと忙しくてんな。しようって思ってた時もあったけど、もう案外夜遅なる。おう、おう、ああ、引っかかった。あそこで引っかかった。足引っかけた。あ、足折れた。いや、折れてはね、大丈夫と思う。うわ、めんどくせえ、濡れるやん。そうやろ、濡れるんで。せっちゃんのやつ濡れなさそう。よいしょ。もげてない。もげてはない。おっ、ここバラがあるしねっと。バラった。うん、ここ今ひ膝に来た。ここ、あ、いて。よいしょ。ここはバラと大根に侵食されている。なあ、大根がだいぶこっちまで来たな。結構なんかここには生えてない。そうやな、やっぱ固められたとこには生えにくいんやね。やべ、汚れてる。なんかプロペラが曲がっちゃったような音したな。ほんと風が、ほぼない。ちゃんと録画されてるかな。お、踏ん張った。録画してるね。カーブするときが怖いな。だからな、カーブするときは、エルロンとエレベーターをうまく使わんと高度落ちるけんな。これで今一回でできるか。お、できた。全然いけ
エレベーターは使えるけんな、大丈夫だな。ナイフエッジはちょっと厳しいな。もうすごい動きになったよ。上昇しながらこっち傾けたらなんか変になる。あ、エルロン？トルネード自動になる。ああ。バレルロールっていうか。スクリューみたいになるよね。おう、巻き込みより。えらい回るな。ラダ壊れてねんか。やばい、目回った。目回る。こっちも目回る。首が上の方やと。今日太陽の音。うん、眩しくはないけどな。みんななんでこんなやろ。朝雨降ると案外こんとこんよな。また降るかもしれんち思っちゃうのかな。降ったら俺はてっちゃんの車に。まあね、ホバリングできそう。あ、トルクロール、6軸でホバリング、バーチカルモードにすれば簡単にできる。スイッチを奥に倒せばバーチカルモード勝手になるね。うん、ずっと上向く。やってみよう、地上の上。危ない、俺死ぬ。向かってきた。バーチカルにしよう。バーチカル、あ、やばい、バーチカルした、死ぬ。とりあえずこっちの正面でバーチカルスイッチ。これ今日持って帰っても意味なさそうやね。うん、またちょっとラダーが怪しいもんな。またラダー急に。うん、ターンしてまっすぐ越えていって右、あ、電池切れ。おー、よかった。カクンとなくなるな。本当教えてくれんけわからんよな。バイブレもなく落ちていく。なあ、コードがあったらアウトやな。割れる？うん、また頭やられる。ラダーかな。もう一回、まだもう一個の充電池で飛ばそう。そうそう、あるんじゃ。楽しい。ペラが曲がっちゃうんだ。これ、これ戻さなきゃ。タイヤ固定。これで。これ曲がっちゃった。よし。ああ、永遠に持って帰れなさそうこいつ。こう。ポッケに入れとったん。お父さん、そうそう、ぬくめちゃった。落とさんようにすりゃな、壊れんけんな。絶対落とすんよね。うん、それ落とさんようにしてくれ。はい、まあ自主練はできないんですけどね、やるとこがない。うん、ここしかねえよな。回る？回らん。あ、そっか。一回お金割りんかな。あ、だな。一回お金割りっぽいな。めんどくさいね。ジャイロがあるけんな。お、元気になった、キラリ。すげえすげえ。じゃあバーチからやってみるか。うん、過ぎ去って、でそこで、そこでバーチから。スロットル、スロットル、ほら、ずっと上向くやろ。もうスロットルだけ、スロットルだけ。あら、勝手になったんだけど。案外バグってる。あ、バグってる。勝手にバグってる。よし、6に変えた。逆さまなっとんけん、すげえ。ここ通った道がある、ね、バグってる。今は6軸練習しかできなさそう。こいつ防水？防水ではないよ。まあ汚くなる。うん、今日は特に抜いちゃうけんな。三軸にしようか。三軸、じゃあまたこっち側で戻ってきた。そうそう、自分を通り過ぎてから見やすくなったところでな。三軸にスイッチで普通に操作してみる。うん、やばかったら戻す。あれ、電波なんで止まった。止まったね。でもエレベーターだけ聞いたな。うん、あ、あれ聞いちゃうのやな。あ、動いちゃうの。じゃあ何やったんやろ。何やろな。これ濃厚になったらモーター止まらんはずなんやけどな。今止まった感じやったの。へえー。
え、先週は何やったっけ？スケボー？スケボーやったっけ？あ、あれ先週来たっけ？いや、来てないよな。その前はスケボーから帰ってきたんよな、また、うん、え、先週もスケボーやったんかな？あ、先週？うん、先週何やったっけ？先々週だよな、スケボーは。うん、先週は風強かったっけ？結局はまあできんやったらやろうけど。あれ先週海卵からのスケボーや。あ、海卵行ったん。あれこの、あ、そうか、この前ちゃうんか。海卵しょっちゅう行ってる気がするけど。今ここで飛ばしても戻ろうかな。歩きながら。自分の前でターンすると一番いいよな。自分の頭越えるとまたややこしくなるけどな、本当な。本当なら右向いてやるのが一番やけどな。取りに行くのが、電池がな、急に眠くなった時が。右はまた、右効くように。若干効くけど、左の方がもっと効くな。でもなんだよ、三軸にした時、効かんくなったの。もう一回三軸にする。してみる。あ、本当は三軸にするとな、大きい機体ものは飛ばせるようになるわけな。おー、チキチキ。自分を過ぎて安全なところで。これ三軸。そうそう。うん。で、なんとかがん、うん。やばいと思ったら戻せばいい。いけると思ったらちょっと踏ん張ってみる。それを少しずつ増やしていってるな、時間を。できるかな。か三軸。でも俺が吸った時三軸したら速攻どっちだっけな。なぜか大丈夫っぽいの。でもエンジン止まった一瞬。ああそうね、うん、あの辺でちょっと濃厚気味なんかな、距離 100m もない気がするけどな。死んだろう。 50m ぐらいやるの。もう一回三軸。うん、アンテナとかはまた切れるのかな。でもアンテナ切れたらもっと飛ばんやろしな。うん、案外真上通る。三軸。おう、おう、踏ん張る踏ん張る。おう。あったー、やった、うん、6軸なのに。間に合わんかった、高度かった。うん、今日は波もないベタですな。バイクの人最近来た？いや、あれから来てないに。え、なあ、忙しいんかな、あの人も。来年来る。来年、まあその前には来るやろうけどな。さすがに1年間来んちくたんねやろうけど。さっきの水入り事件から水が入ってこんくなったんやけど。あ、そうな。多分封鎖された。なんかで埋まった。よいしょ。うわ、砂も埋まってなかったわ。大丈夫やった？ただただ止まっとんだけどな。あ、よいしょ。ここは柔らかい木やな、壊れづらい木。よいしょ。やばい木や。うんうん、楽しみ。片手で今操作しちゃった。ちょっと斜めるんやけど。斜める、傾くか。傾くか。うん、でもまあエルロン打った感じはないけど。うん、まあ、あれかな、いろいろ全部つけ、付属品つけたとかよく飛ぶんかな。付属品。うん、うちあの自分のあの赤いやつ、あ、タイヤもつけてないし、あの赤いやつもな、翼端の部分つけてないし。安定性の。うん、三軸した瞬間に落ちる。それはそれでやばい。そうやろ。だっけ、今三軸した時飛んだっけんな、うん、あれと思って、俺ですぐ落とすのに飛ばせるっちすげえなって。
ただそれその機体が悪いだけかな。でも操作はこの人独特だから。あ、ここはサケちゃん系な。あ、やけ右に行きやすいかしれんな。風が入る。いや飛ぶわ。うん、ねじれる。あれもまあエルロンでな、機体を水平にしてからエレベーター引けば綺麗に回れるんやろうけどな。おお。今ひっくり返れたな。半熟にさやばかった。おお。今三軸やろ。うん、三軸。お、なんとか踏ん張ったんな。六軸変化。でもだいぶ踏ん張ったな今。案外普通に飛ぶんやんね。うん、やばい。やばい。ペラリ。いいか。いい感じ。割れてる。修理だな。あ、こっちも割れてる。ああ、そう。割れ。あ、まあこっちはなんとか頑張っちゃうな。全然入らん。入らん。まあ多分これ六軸。うん、六軸。三軸してたらラダムもな、ブルブルせんやろうけど。高い。高いね。ここで三軸。おお、斜めってな。うわったあ、2回転うん、今2回転したやろ。あ、1回転で2回転した、うん、2回転が小回りした頭から思ったより三軸飛ばせる。うん、なあ、三軸の時ちょっとスロットルがな、ちょっとなんか煽り気味っていうか、こう一定のスピードじゃないみたいな感じがする。ブルブル、うん、軽く無風です。ちゃんとペラがまっすぐ向いてないけねじれ出した。ちょっとねじれよんな。目が回る。もう。ロールでできんやろ。え、ロール、エルロン、グワッと横回転。それならんな。やっぱ一応六軸やんの。でもループはできるんやな、うん。要はロール側だけジャイロが効いちゃう感じか。制限が入っちゃう感じか。目が回る。ね、目が回る。なんかあのまま背面いけそうな感じがするんだ。背面いけそうか。要はひっくり返った時にこのエレベーターを逆に倒すの、押し込む感じ。でそこで押し込む、逆に。なるわ。一回転する。うん、するな。もう一回やってみよう。コードいる。ちょっとエルロンがねじれたな。綺麗に背面いったらな。ねじれるな。そこはエルロンでなんとか調整。あ、止まった。バッテリー切れだ。うん。え、回るよ。うん。でも今カット入ったやろ。え、回る。多分すぐカット入るやろ。取る。え、いける？一応多分カット入るかし、連携気をつけながら。エレベーター。回る、なんで？何これ？やっけ、モーターが止まったらまた電圧がちょっと上がるけ、回復するけやろ。してまた空気がかかってからカットが入る。そういうことや。いく？
ダメや、ほらな。はい、終了。回る。ほら、どんどん短くなるやろ。はい。ほら、完全に、完全に、どんどん短くなってきて。もう完全にアウトです。早い。はい、バッテリー切れです。はい。ソファーみたい。以上でした。今やけど。いいやろ。